皆さんこんにちは。今日は手長エビを描いてみたいと思います。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。まず頭の上の兜みたいなところを描きます。右左一筆ずつで描きます。それから顔を描きます。顔はおたふくみたいな形に描きます。次に背中を描きます。背中は一筆ずつ塗っていきます。エビなのでまっすぐでなくて少し反りながらだんだん小さくしていきます。尻尾を描きます。尻尾は真ん中に1本左右に2つずつもしくは1つずつ描きます。頭の先にもう一つとんがった部分をつけておきます。頭の上と背中のところに濃い色をつけておきます。次に目を描きます。目は丸い目なんですけれど、目が飛び出たように線も描きます。釘みたいな感じです。ハサミの手を描きます。手長エビなのでかなり長くします。関節が3つの骨でつながっているような感じにして、一番最後のところをハサミにします。左右描きます。少し中間ぐらいの太さで描いてください。後でひげを描くのでひげより太くしっかり描きます。足は前の方に3つ、それから後ろの方まで小さい足を5つぐらい描きます。ひげを描きます。ひげは左右に1本ずつ大変に長いひげが出ております。それからまっすぐなひげが左右に出ております。それから前に直進するようなひげが出ております。これでエビは完成です。下絵を用意しております。説明欄からご覧ください。皮の中なので石を描いておきます。最初に薄い墨で丸を自由に描きまして、そこに濃い墨をちょっとだけ垂らしていきます。中国の水墨画では折に触れて手長エビが出てきます。手長エビは江戸川とか川にいるみたいですね。私はあまり見たことがないんですけれど、本当はその辺にいるのかもしれないです。お料理もあるそうです。時々水墨帳の絵手紙も書いております。もう一枚参考に手長エビを2匹描いたものも用意しました。1匹うまく描けるようになりましたら描いてみてください。絵手紙名家では季節の絵手紙、かわいい絵手紙、珍しい技法の絵手紙などを紹介しております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。質問がありましたらコメント欄にお書きください。それではごめんください。絵手紙名家でした。